はい、今日はヒョウモントカゲの、品種モルフですね。モルフとその遺伝についてちょっと話をしようかなと思います。まあ、なんでそれの話になったかっていうとですね、僕がこの前買ったヒョウモントカゲですね、この子ですね、ホワイト&イエローっていう、品種なんですけれども、よくよくそのね、買ってきた時の伝票を最後まで見てみると、ホワイト&イエロー、ヘッド、ラプターって書いてあったんですね。で、その最後のヘッド、ラプターってなんだよっていう風なのをいろいろと調べていたら、遺伝の話なくして、説明がつかないということで、ヒョウモントカゲの、ね、種類は遺伝が、強く関わっていて、でその遺伝の種類によって品種がいろいろと分かれていると。でその遺伝の種類が非常に多くてですね、他の動物には多分あんまり見られないんじゃないかなっていうぐらいその品種が多くてですね、それでヒョウモントカゲが、まあ、人気があるっていうのの原因の一つでもあると思うので、そのね、ペットショップで見た時になんでヒョウモントカゲが、こんなにたくさん種類がいて、でその値段の違い、もう3000円から12万ぐらいまでいたのかな。この前あのペットショップに週末に行った時に、またいろんな種類ね見てきたんですけど、まあ買わなかったんですけどね、まあいろんなのがいるなっていうのは見たんですけど、大きいねジャイアントとかね、お化けトカゲモドキとかってね、お化けトカゲモドキっていうのはヒョウモントカゲとは品種がそもそも種類が違うみたいなんですけど、ジャイアントっていうのはヒョウモントカゲの大きいやつと大きいやつを組み合わせたみたいで、ジャイアントが一番高かったのかな。そいつが10万ぐらいしたのかもしれない。いやそんなにしなかったかな。まあ6、7万はしてた。で次にまあすげえ高かったなっていう覚えてるのはギャラクシーっていうやつ。ギャラクシーっていうのはまあ割と最近出てきた品種みたいで、まあ、世界的にね、一番、まあ、多分一番有名なんじゃないかなっていう、そのロントレンパーさんっていうね、ブリーダーがいるんですけれども、まあ、その方が輩出された、新しい品種ということで今人気を集めているということで、まあ、高いみたいです。ただね、その、まあ、ロントレンパーさんのそのスピーチとかも、まあ、話聞いたんですけど、まあそれ動画でねあったんで、まあいろいろ見たんですけど、どうやらね、他の方のコメントではなんだっけな、トータルエクリプスかなかなんかとのその後輩と同じコンボだということで、まあ完全な新種ではないみたいなんですけれども、ただまあロントレンパーさんは曰く、まあこれは違う品種だと。で、その時ね、ロントレンパーさんが持ってたのは黄色い斑点がついているもので、黄色い斑点がついているものはまあ本当にたまにしか出てこない、まあね、あの交配しても常に出てくるものじゃなくて本当に稀に出てくるタイプのものだったみたいで、まあ、高かったみたいです。ただこれから、ね、そのトータルエクリプスのことを、まあ、ギャラクシーって言って販売されるんじゃないかなと、まあ、思います。あの他にもね、同じようなあのコンボのことを違う名前で販売してたりすることよくあるみたいなんで、まあそんなに珍しいことでもないのかもしれないんですけど、そのねブリーダーによってね、同じ交配でもなんか違う名前で、まあ、呼んだりすることはいろいろあるみたいなんですね。はい、まあそれはさておき。でまああの
さっき話を戻しますと、そのヘテロっていうのが何かっていうところからまず入ると分かりやすいのかな。まあ、それが何かっていうとですね、遺伝の話にまあちょっとなるので、これは戻しておきます。はい。まあヘテロっていうのはね、遺伝子を持っているんだけれども表には出てきてないことのことを言うわけで、ですね、例えば、お父さんとお母さんが産んだ子供で、いや言葉だけじゃうまく言えないな、あ、言える。前うちの、ね、ハムスターロボロフスキーの子たちが去年子供を産んだんですよ。で、お父さんがこれ書くか、こうやって書くか、上に父がアルビノだったんですね。これがあずきちゃんなんですけど、あずきちゃんがアルビノだったんです。で、アルビノの A で、遺伝子っていうのは普通2つの対で持っているので AAA と2つ持っているので AA と書きました。で、お母さんの方が、ナットなんですけど、ノーマルカラーなんです。ノーマルカラーなので MM2 つ持っているので MN としました。で、これがどういう遺伝をするかっていうとですね、こうなって、こうなって、こうか。で、これが、子供を産んだときですね、どうなるかって言いますと、MA、これ横に行って、で、上と掛け合わせるんですけど、MA、NA と。で、全部 NA になるんですけど、この NA っていうのがまあどういうことかっていうと、これ、有性遺伝と劣性遺伝っていうのがありまして、ノーマルカラーっていうのは有性遺伝なんですね。で、有性遺伝っていうのを持っていると、まあ、有性遺伝の方が優先して生まれてくるっていうので有性遺伝っていうんですけど、で、アルビノの方のお父さんは劣性遺伝って言います。劣性遺伝っていうのは、2つ組み合わさって初めてその遺伝の特徴が現れるっていうことなんですけど、で、これが今 NANA となりました。で、これはノーマルの、有性遺伝が優先されますので、ノーマルが生まれてくるんです、これ全部で、まあ、うちの子もそのね、ロボロフスキーの子供7匹生まれてきたの皆さんまあ見てると思うんですけど、全部ノーマルだったんですね。ちなみにお父さんは今ここで寝ているこの子ですね、アルビノなんですけども、みんなノーマルのカラーの子が生まれてきました。まあ後ろにいるから見えるよね。まあノーマルの子が生まれてきました。で、ノーマルの子と、アルビノの子が、生まれてきた子供が全部ノーマルだったっていうことなんですけど、これ実は、ノーマルに半分アルビノの血が混ざっているわけで、で、これをね、半分混ざっているけど表に出ていない特徴ということで、遺伝子自体はもう半分持っているので、ノーマルヘテロアルビノって言うんですよ。これノーマルヘテロアルビノって言いますね。ただ見た目はみんなノーマルなので、実はアルビノの遺伝子も持ってるんだけれども、表の特徴としては出ていないという状態のことをヘテロって言います。で、今のね、NA の生まれてきた子たち、ノーマルヘテロアルビノの子たちが、NA と。で、で、またその NA の子たちが
さらに子供を産んだらどうなるかっていうことなんですけど、まあ、お父さんとお母さんが NA 同士だった場合、これはですね、NN、NA、NA、で、これがどういうことが分かるかっていうと、これノーマルが生まれてきます。NN のノーマルの子が生まれてきます。これはもう、両方 N の遺伝子を持っているので、まあ、完全な、2つ同じ遺伝子を持っていることをホモっていうんですけど、まあ、ノーマルの完全体が生まれてきます。で、こっちはノーマルヘテロアルビノの子が生まれてきます。で、ここで AA の子が生まれているので、これはアルビノが生まれてきます。というわけで、NA の子同士が、子供を産んだ場合、4分の1の確率で、アルビノが生まれてくるっていうことなんですね。はい、で、他の4分の3は、まあ、ノーマルの子に見えると。外見はね。まあ、もっと厳密に言うと、4分の1の確率でノーマルで、2分の1の確率でノーマルヘテロアルビノが生まれてきて、4分の1の確率でアルビノが生まれるということです。で、こういうのをね、優性遺伝と劣性遺伝っていうのが今出てきて、でこういうのはメンデルの法則っていうらしいんですよ。多分学生の時に遺伝とかで生物の時とかに習ってると思うんですけど、まあほぼほぼ私はもう覚えてないんですけど、まあ言うらしいです。で、まずね、身近なところで分かりやすい例で言うと、人間の血液型ですね。人間の血液型がどういうふうに遺伝しているかっていうと、じゃあまずここに A 型、B 型、O 型がいますよね。で、A と B は、優性遺伝です。O は劣性遺伝です。で、A のこれが父と母で、A 型の人と O 型の人が、子供を産んだ場合ですね。これはどういうふうかっていうと、母が A 型だとして、父が O 型だとする。で、こうして、こうなった時にどういう子が生まれてくるかっていうことなんですけど、AO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  で、全部 A 型の人が生まれてくるっていうこと。全部 A 型の人が生まれてくるっていうことなんです。ただ、まあ、半分 O 型の、遺伝も引き継いでいるんですけど、まあ、特徴としては表に現れないということで、 A 型ヘトロ O 型みたいなふうに、まあ、表現されるんですけど、で次はAO と BO か、まあ上の AO っていうのは A 型の人なんですけど、半分ヘテロで O 型を持っている人で、こっちは B 型の人で半分 O 型を持っている人ですね。まあ一般的に人間では A 型 B 型としか言わないんですけど、実はその、おじいちゃんおばあちゃんとかの血で O 型を持っていた場合、でこういう場合は、ここが AB になって、BO になって AO になって OO になると。で、ここで AB 型と B 型と A 型と O 型が生まれてくるっていうことですね。全部生まれてきますね、これ。で、ここでね、初めて出てきたこの AB っていうのが、まあ、ここからね、見てみて AB 型が一番少ないっていうのは分かると思うんですけど、出てくる可能性がね、A も B も両方とも、優性遺伝を引き継いでいるので、 AB 型みたいな血液のことを共有性遺伝と言います。
はい、でなんでこんな話を、回りくどくしたかというとですね、これはヒョウモントカゲの中でも、同じような働きをしているものがいるからですね。品種でいうとマックスノーっていうのがそうなんですけど、マックスノーっていうのは共有性遺伝で、2つの有性遺伝が組み合わさったものなんだそうです。で、マックスノーの、はい、マックスノーが共有性遺伝ということで、要は AB 型だと。で、AB 型で、今、まあ、これの説明がなんか途中でごちゃごちゃになってよくわからなくなったんですけど、要はマックスノーとマックスノーを掛け合わせた時にスーパーマックスノーっていうのが生まれるっていうのが言いたかったんですけど、どれがスーパー体だったか忘れました。確か4分の1の方でどれかがスーパー体なんですけど、忘れましたね。なのでこれは壊すか。はい、じゃあまあどんなモルフがおるかっていう話、まあ、今のね遺伝の話が基本になっていて、でこれが、コンビネーションでいろんなものが組み合わさると他のコンボになるっていうのの、複雑になったものがヒョウモントカゲの、品種が多い理由ですね。でそれをちょっと見ていこうかなと。でこれね、買いました。ヒョウモントカゲとプラスオンっていうね、ヒョウモントカゲの飼育の仕方がいろいろ書いてあるので面白いなと思って、まあ、ずっと見てたんですけど、まあね、こういうふうにいろんな品種レオパの、ね、モルフがいろいろと紹介されてるわけなんですけど、ノーマルはまあいいよ。ノーマルはちなみに有性遺伝です。ノーマルと掛け合わせるとノーマルが生まれてくる可能性が高いですね。ハイイエローもノーマルです。ノーマルの濃い色と濃い色を掛け合わせて出てきた、品種ですね。タンジェリンとかもまあいいよ。タンジェリンっていうのはまあオレンジ色が入った、品種です。で、まあ、掛け合わせることによって他の、モルフにもいろいろとなるよっていう。まあ、先ほど話をした、まあ、共有性遺伝のマックスノーですね、まあ、有性遺伝として言われることもあるみたいですけど、共有性遺伝としても、まあ、言われております。でマックスノーとマックスノーを掛け合わせてできた、確率が低いけれども、まあ、出てくるのがスーパーマックスノーっていうね。マックスノーっていうのはこのちょっと黄色い薄黄色い色が、残ってるんですけど、まあ、白っぽい黄色って言ったらいいのかな。で、そのスーパーマックスノーになると、白い地肌に黒い点々がちょっと入ってるような、色になるということですね。でね、これが先ほどちょっとまあ、フロントデンパーさんの新しく紹介した品種、ギャラクシーっていうのですね。でこれは黄色い斑点が出てないやつなんですけど、黄色いのが入っているとね、さらにレアだそうです。でこれね、コンボも書いてあるんですよ、この本。なので、ね、それが面白いなと思うんですけど、スーパーマックスノーとエクリプスとアビニシアンを掛け合わせて、確率で出てくるのがこのギャラクシーということですね。でこの確率っていうのはかなり低い確率だと思われます。なぜかというとですね、そのロントレンパーさんのその、スピーチを聞いていた限りでは30世代ほど掛け合わせて、出てきた品種だと、言われていたので、確率は低いものだと思われます。
30世代も掛け合わせる人は、一般人ではありえないと思うので、その30世代もね掛け合わせた時点でおそらく100匹近くは生まれているということになりますので、ちなみにそのね、ヒョウモントカゲって1年に、一度ね2月ぐらいにその産卵時期があって、で30世代掛け合わせるには30年かかるということになりますので、まあありえないですね、普通の人にはね。はい、うちの、まあ、飼っているホワイト&イエローっていうのも、まあね、それが見たくて、まあ、これ見てたんですけど、ホワイト&イエローっていうのは結構いろんな、種類に掛け合わせることができる品種で、やったぜって思ってたんですけど、まあ、例えばこれだった場合、ホワイト&イエロースノーストームっていうやつが、例えば自分で、コンパしてみたいなと思った時に、自分の持っているホワイト&イエローとマックスノーとタグスノーを掛け合わせたら、出てくる、生まれてくる確率があるよっていうことなので、次にね、あの子男の子なんですけど、メスの子をね、どんな色で、飼育しようかなとかって、どんな子と一緒に飼育しようかなって考えた時に、とってもそれが面白いですね。まあ生まれてくるかどうかはさておき、まあ生まれてこない確率の方がほぼほぼ高いと思うんですけど、うん、まあ、それもこういうふうにね考えるのも、ヒョウモントカゲならではの楽しみなんじゃないかなと思います。で、私が一番今気になっているのがですね、トレンパーアルビノです。ちなみにアルビノは3種類いまして、トレンパーアルビノとレインウォーターアルビノっていうのとベルアルビノっていうのが、3種類、います。全部レスエイデンなんですけど、まあね、パッと見結構似てるんですよね、素人目で見ると。ただですね、私の持ってるね、そのホワイト&イエローとトレンパーアルビノを掛け合わせると、まあ、ホワイト&イエロートレンパーアルビノっていうのが生まれてくるんですけど、これがね白と黄色オレンジなどに、明瞭に表現されると。面白いですよね。斑点の色も薄くなって、で色がね明瞭に出てくるようになるんですよ。これはなかなか面白い目録だなと思います。で下のこのね真っ白な子もね、なんじゃこりゃっていうのでちょっと気になってるんですけど、これもホワイト&イエローの、遺伝子を持つこの掛け合わせ でスーパーラプターパラドックス、まあ、パラドックスはたまにしか出てこない、まあこれはあの出てくるかどうかがはっきりしないやつなんです。なので、まあ、出てきたらおおっていう、すごいレアだねっていうやつなんですけど、ただねこのパラドックスじゃなくてスーパーラプター、ホワイト&イエロースーパーラプターまでは掛け合わせで出てくる可能性があるので、これがねホワイト&イエロープラスラプタープラススーパーマックスノーの3種類の組み合わせからなる子なんですけど、うちの子はすでにホワイト&イエローヘテロラプターの血を、遺伝子を引き継いでいるので、なのであとスーパーマックスの方が足りないだけなんですよ。なので、私の場合はもう一匹、メスのスーパーラプターの子と掛け合わせればこうなる可能性があるんですね。これ全然違うでしょ、真っ白で目が何、まあ真っ赤っていうのはラプターだから、ラプターはね目が赤いのが特徴なんですけど、そんな子供が生まれてくる確率が出てくるということですね。ゆっちゃんはね、いろんな品種
前から見ていくか。そもそもね、こういう品種を知ってないと、その遺伝がね、説明が成り立たないよね。何が面白いのか分かんないよね。ということで、まあ、品種もちょっと見ていこうかなと思います。まあ、ワイルド系って書いてありますけど、これまあ自然界にいる、まあ種類ですね。モルテンって書いてありますけど、まあ、これが自然の、中でいる種類なんだそうです。5種類の亜種がいると、アフガンやマキュラーリウスの亜種名で区別されていると、まあ、流通はごく稀だということですね。まあ、ほとんどの、ヒョウモントカゲは人工ブリードなので、人工的に、まあ、ブリーダーがブリードしたものをキャプティブブリードっていう CB なんですけど、これはね、ワイルドコートのWC のかなの話です。でノーマルとハイイエローですね。まあ、この子が一番ノーマルで、黄色の強い子同士を合わせた、ハイイエローですね。はい、タンジェリンジャングル、ここら辺がねちょっとオレンジ色になっているっていうことですね。でジャングルっていうのはこの標本の出方ですね。はい、ハイポタンジェリン、ハイポっていうのはこの、ね、標本が少ないやつですね。で、タンジェリンが尻尾の辺にオレンジ色が出ているっていう、モルクです。でね、この、色の薄さだったりとかはね、個体によって違ったりします。はい、でこっちのエメリンっていうのは、背中の方にね緑色の、色が見える、まあ、この辺背中にちょっと緑色のが見える、タンジェリンのことをエメリンって言います。まあ、この辺がねオレンジ色だからタンジェリンで、背中に、まあ、ちょっと緑色っぽい部分が見えるっていう特徴です。はい、でホワイト&イエローエメリンっていうのは、まあ、ホワイト&イエローとこのエメリンを掛け合わせた方で、色がはっきり出るようになるみたいですね。はい、マックスノーはね、結構いろいろ人気があるみたいで、レプタイルズショーを行った時にもマックスノーはたくさん売ってるのを見ましたね。で欲しかったんですけど、すごい、まあ、その時は選ばなかったっていう感じですかね。はい、でノーマル そのマックスノーは、まあ、ちょっと黄色がね残っているんですね。薄く黄色くで斑点が、まあ、ある柄ですね。で、先ほどちょっと話しました、マックスノーとマックスノーを掛け合わせて、低確率で出てくる、スーパーマックスノーっていう地肌が白い、モルクですね。はい、でギャラクシーは、スーパーマックスノーとエクリプスとアビニシアンを組み合わせた、表面モルクですね。これね、実際見てみると結構違いますね。ギャラクシーはすごい他のと違ってなんかインパクトがある感じしますよね。かっこいいです、こいつは。ホワイト&イエローマックスノーですね。ホワイト&イエローとマックスノーを掛け合わせた、ちょっと黄色い発色が残ったマックスノーっていう感じですかね。この辺のタグスノーっていうところとかからね、会社の名前がこれ入ってるんですよね。このねタグっていうのはアーバン月光社っていうね、カナダの標本トカゲを扱ってる会社、ですね。で、そこで排出された、モルフっていうことです。
ただね、この、まあ、タグスノーとかって言われてもね、さっきのマックスノーにすごい似てるんですけどね、うん、まあ、作ったところが違うっていうのと、まあ、色の出てき方が違うだとかね、別の品種として、まあ、分けられているので、別の個体っていうことになると思います。まあ、ゴーストっていうのはこのスノーと、タグスノーとハイポタンジェインを合わせてできた方が、まあ、この淡い色を持ったゴーストという柄になっています。これ面白いですね、スノーストームっていう、モルフなんですけど、マックスノーとタグスノー非常に似ている2匹を、コンボで掛け合わせた子がこうなるみたいですね。これね、見るとね、その表紋が、黒い点々のちっちゃいやつで、表現されているんですね。これがスノーストームですね。で、それにさらにホワイト&イエローも入るとこうなるみたいです。ホワイト&イエロースノーストーム、マックスノーとタグスノーとホワイト&イエローで組み合わせた場合ですね。表紋がまだ大きいみたいですね。こうやって白のエリアが大きいですとね、まあ、いろいろとこれ見始めたらね、非常に面白いんですよ、この本。まずそのモルフのね、違いっていうところがね、これを見るとそのなんで高いかっていう値段のね、その理由もなんとなくその遺伝のね、出てくる確率が低いからっていうので、分かってくるんですよね。まあ、自分でそのさっきみたいにその出てくる確率だとかを計算し始めたりだとか、その何世代も掛け合わせて初めて出てくる、品種だっていうことが分かり始めると、その希少性からその価値がつくっていうことです。あと、こいつは話しておくのがいいかな。これね、エニグマっていう、モルフなんですけども、エニグマっていうのは謎っていうね、意味なんですけど、このエニグマ、昔このエニグマっていうのがね、すごい人気出たそうなんですけど、こいつ、なんで謎かっていうと、こいつと、交配した場合は、どんな子供が生まれてくるか予測がつかないという意味から謎っていう、名前になりました。なんかね、いろんなね、その表現の子供が生まれてくるそうなんですよ。で、それが面白いっていうことで人気が出たそうなんですけど、それでですね、まあ、分かったことは、このエニグマっていう子から、排出されるその子供には、まあ、うまく歩けない子だったりだとか、同じところをくるくる回ったりする子だとか、まあ、首をかしげた、変な風に首かしげたりする子みたいな、まあ、神経障害の、遺伝がこいつにはあるみたいで、まあ、陰性なので必ずそういう風に生まれてくるわけじゃないんですけど、まあ、確率、低確率でそういう子が生まれてくる可能性があるということで、まあ、エニグマっていうのはちょっと私は避けようかなと思ってます。ブリーダーの人もね、エニグマは避けてるみたいで、エニグマとの交配はね、でエニグマの代わりに使われるのがホワイト&イエロー、まあ、僕のね、たまたま買ったホワイト&イエローなんですけど、この子もね、まあ、いろんなモルフが生まれてくる可能性を持つ、品種で、エニグマの代わりに使えるそうなんですね。エニグマと掛け合わせるコンボっていうのはホワイト&イエローで代用が効くみたいです。でこのバンディットっていう子は、ここのね、鼻の上にこの表紋がヒゲみたいに入っているから、盗賊っていう意味合いでバンディットっていう名前になってます。これも、ロントレンパーさんのつけた
名前ですね。それは品種として、なっているということですね。で、ヒョウモントカゲの場合はその遺伝で、生まれてくるそのモルフに、言うとどういうところが遺伝で伝わるかっていうところで、まずサイズ、大きい子と大きい子を掛け合わせて出てくるジャイアント系のモルフと、もちろんそのね色の、柄のモルフと、あとね目の色というかね、目の種類、これがまあノーマルで真ん中に線が入ったワニみたいな目ですね。これでソリッドブラックアイ、真っ黒な目です。でスネークアイ、半分あの黒目で半分白目みたいな、目です、はい。でアビシニアンっていうのはこの目の中に血走ったような、これの場合4分の1ぐらい目の色が違ってる、感じです。でソリッドレッドアイ、ルビーアイっていうね、目が真っ赤な場合、あとアルビノですね。いろいろ話しましたけど、これね読んでみるといいと思います。あのかなり楽しめる本だと思います。多分この動画を上げるといろんな人からこれとこれを組み合わせたらどういうモルフが生まれてくるんですかとかっていう質問が上げられると思うんですけど、これねネットで調べたらすげえ出てくるんですよ。なので、ちょっとおすすめのサイトをお伝えしようかな。昨日ねたまたま見てたらね、その自分の持ってるモルフと交配するモルフを組み合わせたら何パーセントの確率で、どんなモルフが出てくるっていうね、サイトを見つけたんですよ。なんでそれをね、探します。今からありました、これですね、レップワールドjp ですね、レップワールド .jp。 このサイトですね、オスの遺伝子とメスの遺伝子、自分の持っているモルフが何かっていうのを入れると、何パーセントの確率で どんな種類の子が生まれてくるっていうのが、自動的に計算されて出てきました。めっちゃ便利ですね、これを使うといいと思います。僕もね、このねコンボモルフとコンボモルフを組み合わせた時の計算が、ああ分かんねえと思って、結構難しいんですよこれ。さっきのねシンプルな優性遺伝と劣性遺伝の組み合わせの計算じゃなくなってくるので、っていうかそもそもね、そのこの子は優性遺伝の子なのか劣性遺伝の子なのかっていうのの知識が、もともとその基礎知識があって初めて計算できるので、例えばオーロラっていうコンボがあったとしたら、そのオーロラっていうコンボは、ベルアルビノとホワイトアンドイエローの組み合わさった子だっていう知識がないと、もともとそれがそういう子が生まれてくるっていうこと自体わかんないんじゃないですか。なんでそういうコンボの知識も初めからない人にそういう計算ってできないと思うので、なのでこういうねサイトを使うといいと思います。はい、ぜひ試してみてください。というわけで今日は以上です。ありがとうございました。Thank you.